名古屋ターミナルビル名古屋ターミナルビルはかつて愛知県名古屋市中村区名駅一丁目一番二号に所在した複合施設である建て替え工事が完了し建物は現存しない現在この場所には JR ゲートタワーが建っている名古屋駅の北側に隣接する形で建っておりバスターミナル百貨店ホテルなどで構成されていた建物は 東海旅客鉄道 JR 東海完全子会社の JR セントラルビル株式会社が所有していた。それ以前は JR 東アコ会社連結市会社の名古屋ターミナルビル株式会社が所有していたが、同社は2010年3月1日に株式交換により JR 東海の完全子会社となった後、同年4月1日に JR セントラルビル株式会社に 九州合併されている。2008年12月、JR 東海は日本郵政と連携して、同ビルに隣接する名古屋中央郵便局名古屋駅前分室を含めた敷地一帯を再開発すると発表した。東ビルの跡地には高さ約220メートルの JR ゲートタワーが2017年4月に開業している公設も参照。なお、 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室の跡地には、高さ約200メートルの JP タワー名古屋が2015年11月1日に完成している。松坂屋名古屋駅店が1974年の開業当時から営業していた。名駅地区における松坂屋唯一の店舗だったが、2010年8月29日閉店。東海旅客鉄道。 JR 東海系列であるホテルアソシア名古屋ターミナルが営業していた。名古屋市内で最初にキリスト教式の結婚式を行うチャペルを設置したホテルでもあったが南隣の JR セントラルタワーズを形成している名古屋マリオットアソシアホテルの開業後は結婚披露宴会場の規模を縮小している。建て替えのため2010年9月30日に営業を終了した。 運営会社の名古屋ターミナルホテル株式会社は同日付で解散し同年12月31日付で生産終了して完全消滅した。総支配人は柴田昭夫が務めていた。当ビル直下に広がる地下街及び1階、7から8階、20階の各商業スペースはテルミナという名称がある。地下2階には 三省堂書店名古屋テルミナ店が営業していた。このうちターミナルビル入店分のテナントは、すべて2010年9月30日をもって営業を終了した。また、7階にはパスポートの申請を扱う愛知県旅券センターがあったが、ビルの再開発計画に伴い2010年5月6日から2017年5月2日まで、名古屋ルーセントタワー5階に所在していた。 同年5月7日より再度 JR セントラルタワーズ15階に移転した。近くには名鉄バスセンターがあるが、高さの問題で名鉄バスセンターでは発着できない車両、2階建てバスなども多く発着していた。2010年12月から始まった改築工事をもって JR バス乗り場は同年12月9日より名駅西口、新幹線口に移転。 名古屋市営バス乗り場は同年12月23日から2017年3月31日までの間、駅周辺の路上に移転した。建物解体後の跡地に建てられた JR ゲートタワーのバスターミナルは名古屋市営バスの発着のみとなり、JR バスはこの場所に復帰することなく完全に移転した。JR 東海バス及び共同運行会社が乗り入れていた。 国鉄時代から自動車駅として、鉄道駅から独立した窓口が設置されており、分割民営化後も案内状は、JR バス、名古屋駅と称してい、名古屋旅行センターにて予約、発見を取り扱う。2010年12月9日に、名古屋駅西口に移転されたことに伴い閉鎖された。校舎は2から4、乗り場を中心に取り扱っていた。移転前の使用状況は、 以下の通り、1乗り場、2乗り場、3乗り場、4乗り場、5乗り場、6乗り場、7乗り場、8乗り場、9乗り場、名古屋市 A バスが乗り入れる。L 字型にバスレーンが通っており、外側のバス停をグリーンホーム、内側をレモンホームと呼ぶ。かつては平和コーポレーションが乗り入れ、中部国際空港、名古屋飛行場、 中津川方面へ運行したが、2008年3月31日をもって乗り入れが廃止された。1乗り場、2乗り場。3乗り場、4乗り場、5乗り場。6乗り場、7乗り場、8乗り場、0乗り場、9乗り場、10乗り場、11乗り場、12乗り場。 13乗り場、14乗り場、15乗り場、2027年のリニア中央新幹線名古屋駅の開業を見据えた JR 東海は、2008年12月10日、当ビルをオフィスホテル、商業施設などからなる超高層ビルに建て替える方針を発表した。同じ頃、日本郵政グループが当ビルの北隣に立地する名古屋中央郵便局名古屋駅前分室の 再開発計画を検討しており、これを契機に両建物の敷地を一体的に再開発することとした。地上46階、地下6階、高さ220メートル、延べ床面積を26万メートルとする案を、新ビルのデザインと共に2010年2月10日に発表した。名古屋ターミナルビルの解体工事は2012年夏まで行われ、その後新ビルの建設工事に移る。 新ビルは2015年の完成を見込んでいたが、その後、基礎工事長引きなどにより、半年以上の遅れが発生し、2016年6月以降に完成予定とされた。2014年2月13日、JR 東海は、新ビルの名称を JR ゲートタワー、併設するホテルの名称を名古屋 JR ゲートタワーホテルにすると発表。また、 完成予定についても1年2ヶ月遅れの2017年2月、開業は同年4月の予定になることが明らかとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。